何か分からんけどすごいねこれやっぱすごいね。めっちゃ手作りなのかな、叩いてるでしょ川崎の川島で職人の川島僕なんかで見たな、川崎のラインを出すのに叩いてる、やっぱやばいな。プライセント300キロになったやつね、まあ、流すんやろな空気を。8時ちょうどのやつに乗るわけですね、また3枚入れたけど、どういう原理やろね、3枚切符重ねて、で1枚しか出てこなかった、うん、即座に判断するよね、ちょうど去年もここら乗ってたな。で、今度はあの、品の方ですね、1号車です、この列車には車内販売はございません。あ、すごい。なんと特急信濃号の運転手は女子でした。いやー、びっくり。かっこええなこれ。すごいな。これあれやな。なんかこうなんつうんですか、あの飲みに行ってですね。自分あの何やってるんって言った時に、あの運転手してんねんとシナの運転手してるって、こんな女子と会いたいですね。これはあのぼーっとしてる女の子じゃ無理でしょう。これシナの足置きが
き上だね。いやどうですか。私もあの磯野武さんがめちゃめちゃ綺麗ですよこれ。せずに、もちろんね当日あの滑る前のストレッチもせんとねもう滑り出してるわけなんですけれども、何が大事かもう今回はね絶対にこけずに上から下まで降りるっていうのをテーマでやったんですけれども、5、6回こけましたね、今も実は、ね、右肩が痛い、ね、でこのねその肩の痛い理由っていうのはねこけてもね今までやったら何ともなかったんですけど、単に体が硬くなってるってことなんですが、これ分かりました。なんかの先生に聞いたことありますけど、35歳を超えたらですね筋力トレーニングをね、柔軟体操やってください。絶対これもやり始める、まあね、まあ、3月ね16日やのにね粉雪シュプールですよ、ね、ブリザード、強烈なねあの雪嵐で、雪がどんどん積もったという、恒例の1年に1回チャオンだけ、今回は完全制覇ということですね。ブリザードにも悩まされましたけど、ブリザードのせいで新雪が積もって雪が最強。お疲れ様です。お疲れ様でございました。乾杯。乾杯。髪の毛ぬれぬれ。飲みました。たまりません。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。いや今回完全制覇でしたね。バスの中でもビールを飲もうかと思ったんですね。こういうのはポンションして匂い済み無敵状態。多分1号でちょっと多分高いでしょ。いやーエクストリームな週末ですよ。ねえ。スキーをやってお酒いただいてタバコも決めて
回バスちゃいますよ。全この辺日短いでしょうね。おひいさんがあそこでストーンと沈むから、ねね、あの分だけ。反対は広陽町やな。電車の中であのタバコを吸うてるというこのシーンね、まだあったんや。残してもらいたい車両ですわ。 いいですね、これね。いや、 やっぱ光号が一番すごいんじゃん。逆に言うとね、まあ多分誰か要望があったんでしょうね。光号最強説。残しといてくれ、一両だけで吸える車両。としてね、あの2年目になったこの「チャオ御嶽ツアー」なんですけれども、これよく考えてみたらね、かなりの破壊力ですよ。何しろね、1万5000円でね、新幹線と特急と、貸しスキーと、リフトと、全部ついてるんですね。これはね、相当な破壊力ありますよ。で、一番何がいいかというとですね、で手ぶらで行って帰れると。手ぶらで行くっていう時にもね、運転もしなくていいですからね、これね。行きも帰りもね、ほろ酔い気分。これはいいわ、これはね。これはね、来年こそね、みんなで行きましょう。みんなで。